Marvelous! この一撃、タヌケと受け取れ。牙を向け、ゲインボルク。セラフのすべては、私のものよ。タマモ、ネガリア、何それ美味しいのって話。ウィザードもサーバントもないわ。ありとあらゆる知性体は、あたしだけを見て、あたしだけを讃えて震えるの。だって、あたしは、このセラフの、いえ、全世界の、アイドル、なんだから。貴様は？そう、あたし。ピンクの魅力をまとって、ぐんとアイドル力を増したあたし。ダークエリ、もしくはダークエリザ、とでも呼ぶがいいわ。小豚、そして、あたしの永遠のライバル。うん。なーに、その顔。驚いているのね。怯えているのね。ええ、グッドバイブレーションだわ。あたしこそ、セラフ全部を脅かす、深淵より来たりし、暗黒の美姫、ダークエリ、もしくはダークエリザ、と称えなさい。ダークエリザベートか。そうか。そのままなのだな。残念だ。言葉にできぬほど残念だ。ダークエリオ、もしくはダークエリザ、なんでエリザベートまで言い切っちゃうのよ。まさか、この完璧なドレスチェンジが通用しなかったというの？そう！通用しなかったのだ！共にアイドルとして己を高め合うライバルの声一つ、その麗しの高音を聞き間違うものか！姿は多少変わっているようだが、貴様はまず間違いなく、世のヒットチャート仲間、エリザベート・バートリーに他なるまい！ええ、さすがはセイバー。大正解ね。それではライバルよ。世と奏者は所用があるゆえ、さらばだ。セラフ統一の暁にはいずれまた、互いを高め合うべくステージを開こう。スケジュールは開けておくがよい。合同ライブ？いいの？あたしも一緒に黄金劇場で？じゃなくて、そうじゃないのよ！そうじゃないんだから！ん？
命の激突なのよ、私とあなたは。いいこと、セイバー。悪いことも、いいことも言わないわ。セラフのトップアイドルを争うライバルとして、最初で最後の忠告をしてあげる。逆らわずに、私へ。そのレガリアを渡しなさい。マスターともども、手足を引きちぎられて、惨めで哀れな芋虫になりたくなければね。いや、それは無理なのだぞ。レガリアは世のものだし、奏者も世のものだしな。そのあたり、理解するがよい。何よ、たっぷり間を持たせておきながら、それよこしなさいよ、レガリア。だって、あなただけが王だなんて、おかしいじゃない。それなら、私は大王だわ。むむ、大王とな。その胸で大と言われても困る。要は造形に関しては妥協できぬ。な、奏者よ。胸の話をしてるんじゃないわよ！っていうか、そんなのすぐにクリアするわよ。大きければいいんでしょ？大きければ。であるな。悲しいが、身体改造のスキルでもない限り、未来はない。だが気にするな。要は好きだぞ。ふっ、わかってないわね。あたしが言っているのは、そんなスケールの小さな話じゃないの。あたしはセルフのルールになんて縛られない。私が目指すものは、ただの大王なんかじゃない。とっておきの大王よ。ムーンセルをも遥かに超えてみせる。そう。赤き星たる、マルスの星より来たる恐怖の大王。それこそが私。どこかで聞いたような。とんと思い出せぬ。どこのマイナーな神話なのだ、それは。恐怖の大王よ！いたじゃない！わりかし有名になっちゃった預言者が！あの預言を真実にしてあげるの！あたしが！新しいビッグなスター。すなわち、ダークエリ・アンゴルモア、みたいな？パクリか。やはりそのままなのだな、ダークエリザベートよ。あ！またフルネーム！もう！やめなさいよ！まあいいわ。一緒に戦った義理はこれで果たしたから、忠告はこれで終わり。私はもう、敗北者にはならない。牢獄も救済もいらない。悪でしか生きられないのなら、悪として咲くだけよ。だから、誰であろうと容赦はしない。この領域のボスであろうと、レガリアの所有者であろうと。私に逆らうなら、後悔するのはあなたよ、セイバー。
ベルザレート。何かよからぬ様子であったが。少しだけ気になるな。いや、しかし今は、領地の奪還が先だ。一度マイルームへ戻って、領地奪還の準備をしようではないか。余も、奏者と話したいのだが。今日のところは、休もうではないか。ふん。時に何の前触れもなく、あの村に攻勢に出る世なのであった。日々の戦い、ご苦労である。世がこうして、膝を枕代わりにするゆえ、安心して眠りにつくがよい。そうだな。どうであろう、奏者。ならば、子守歌の一つでも、歌うとしようか？それとも、寝物語として、月の聖杯戦争における武勇伝をいくつか語り聞かせるとしようか。それは、全くもってその通りではあるのだが。要は、そなたのことが心配なのだ。何でも構わぬ。奏者の役に立たねば気が済まぬ。膝を枕の代わりとするだけでは足りなかろう。とにかく、世に何かさせるのだ。出なければ、世はそなたに何かをするぞ。奏者よ。世は決めてしまったので。変更は行われぬ。素直に世の子守歌に聞き惚れ、そしてそれから武勇伝に胸躍らせる時だ。うむ、まさに。何も選ばないという道こそ、すべてを得るという見本だな。さあ、今夜は抜かさぬぞ。まずは、とっておきの子守歌を喰らうがよい。カエサルとウナギをめぐる冒険。これはよい。とても食欲が湧くからな。ある日、ガリアで、猿が太ったうなぎの食べ過ぎでカエサル
気分はどうだ？奏者よ。まあ。世はな、実はまあ、その。すこぶる調子が良いのだ！奏者が窮地にあるというのに、すまぬ。今も高ぶっているのだ。体も心もな。理由は、その、あれだ。あれだぞ。そなたのせいなのだ。思い返すまでもなく、今なおはっきりと感じているのだ。そなたが。世の全身を包んで、新たな装いとなって。あの時は勢いよく口にしたが、世はまさしく、そなたと一体となったのだ。この高ぶりが伝わるだろうか。そう考えかけて。感じたであろう？世の鼓動。世の感じるすべて。そなたはあの時、確かに世を包んだのだから。そう思うとな。高ぶってしまって、今の動機が収まらぬ。そなたは、どうだ？奏者よ。どうした、奏者？なぜそんな風に恥ずかしげに目をそらす？顔を赤くしたりするな！それではまるで、元そなたがセラフの往来で。いや、やましいことなどないぞ！ないったらないのだぞ！ないはずなのだぞ！私はおそらく、今、嬉しいのだと思う。私の視線を、そらさずにいてくれて。なるべく目を伏せないでほしい。お前にそうされてしまうと、私はやるせない。いや、正確には、やるせないという感情に似たものを覚える。私にとって感情と呼ばれるものは、すべて違うものに、破壊衝動に変換される。だから、
私は誰も理解してはいけないし、理解されてはいけないものだ。なのに、お前は私を見つめてくる。それは不確かで、不安で、不快だ。私は、お前さえいなければ、より自由なのに。それを忘れないことだ、マスター。逆らうのなら、私はお前である。容赦なく壊してしまう。そうだ。お前さえいなければいい。お前さえいなければ、私は。ああ、まったく。いつ、この夢は覚めるのか。どうしたのだ、奏者。何を突然ぼーっとして。ああ。ああ。うむ。おうほう。なるほど、なるほど。白い少女とな。よと同じく、セイバーのクラスとおぼしき。めまいの後に逃げたと。なるほど。いわば、原始せし、少女の姿といったところか。奏者よ！いかに体調が悪いとは言えだ！よとそなたとの大切な時間のさなかというのに！何もほんのわずかなめまいの瞬間に、浮気をすることもないではないか！ひどいぞ、バカ者！そういう話をしているのではない！わ、今日はな、泣くぞ！泣いてしまうぞ！よいのか？それはもう、わんわん泣くぞ！今、湯は金剛石のごとき精神で耐えているが、もうダメだ。やはり耐えられぬ。名も知らぬ、幻の女などに浮気されてしまって。要は、恥ずかしいの耐えて話したのに。
ずるいぞ。そなたはずるい。なんということだ。泣かせないなどと言って、微笑んでみせる。そのようなテクだ。どこで？いや、それこそがそなたなのか？精神のそなた。情熱が形になったかのような。ああ、そうか。そうなのだな。今のそなたは、おそらく情熱そのものなのだ。道理であれこれと前のめりなはずだ。あらゆる事態に前のめりなのだな。セラフの国取りや、レガリアの奪還だけでなく、その、ニオとのことにさえ。夜をたっぷり高ぶらせたり、戸惑わせたり、好き放題して眠るのだな、奏者。よい。そんな奏者も、夜は好きだ。だが、この借りはきっと返すぞ。忘れるな。情熱の奏者よ。さて、恐悦ながらご報告申し上げましょう。神王御自らによる快進撃目覚ましく、こちらの領土は見事に回復されつつあります。実に国取りは順調であると言えるでしょう。拡大しつつあるセラフの新規領域のすべて。とはいえ、順次拡大している以上は、あくまで現時点でのすべてではありますが。それを含むセラフの全領域のうち、神王が掌握し、領土としたものはおよそ 80% ほど。これまでの戦いで、東軍はレガリア B 陣営の、失礼。タマモ支配領域の 70% を奪還せしめたのです。全領域を掌握、セラフ統一を果たすためには、残り 30% 部分に相当するタマモ支配領域を落とすしかありません。すなわち、東の果ての新規領域。すでに7割を落としていたか。なかなかによと奏者。そして世の将はやるものだな。バーサーカーもライダーも手強い敵将であった。かの者どもが。合わせて7割のタマモ支配領域を有していたとしても、不思議ではない。キャスターめの武将も、品切れと見える。となれば、あとは城攻めだ。最後の国取りを始めるとしよう。奏者よ、良いか？何か意見があれば聞くが。
うむ。我がマスターの了解も得た。では良いな、将たちよ。今回の遠征で、あのマギツネに、急を据えるのだ。神王、その前に一つ、よろしいでしょうか。うん。どうしたか勉強。天然のくせに、妙にかしこまるでない。他のものより三倍不吉ではないか。それはご容赦いただきたい。何しろ昼間ですから。ああ、いえ、そうではなく。神王、我が不安をお分かりいただきたい。以前、かの領域の周辺を私が偵察した折のこと。強烈な魔力を感じ取りました。あれはまさしく。もったいぶるでない。まさしく、なんだというのだ。我がホームたる太陽の聖剣ガラティーン。その力に近しい膨大な魔力でありました。おそらくは、相当に強力なサーバント。それも、太陽に由来するものが待ち受けているはず。剣を焼き、技を焼き、すべてを焼く強大なものが。どうか進軍にはご注意を。ミスターごと倒されては、私たちの立場がありません。まったく、どちらの心配をしているのだ、貴様は。まあよい。進言として受け取っておく。恐れ知らずのガワイン教がそこまで言う相手だ。慎重に対応するぞ、奏者よ。こたびの国取り、まずまず順調に進んでいると、世は思う。これも我がマスターと進化たちのおかげだ。しかし、これは聖杯戦争とは違う。領地を取り合う大戦だ。要はそなたの体が心配だ。無理をさせているのではないか、とな。そうか。そうであるのなら、世も嬉しい。では、世も全力で、その信頼に応えねばな。そなたと世、二人でこのセラフをかけるのだ。勝利をつかむため、よろしく頼むぞ、マスター。しかし、
いくらか気になることもあるのだ。そなたももちろん覚えていようが。他でもない。キャスターの元にいる、二人目の奏者についてだ。妙に儚い仕草で、青狐の傍らにいたが。うむ。そうだな。奏者の言う通りだ。案ずるより何とやらだ。世は常にそうしてきたが、こと奏者が絡むと臆病になる。注意するとしよう。うむ、その通り。なのだが、近いな、奏者よ。やはり、今のそなたは情熱的なのだな。身に見つめられ、もう照れてしまった。だが、今の言葉で、世も吹っ切れた。キャスター目の奏者も、なかなかの奏者ぶりだが、世の奏者の奏者ぶりにはかなうまい。奏者はいつにも増して魅力的だ。まずは、それをキャスター目に見せつけてやるとしよう。この運命、そなたと共に。